にちは。はい、こんにちは。今ずっと伝説のレジェンドシリーズ、レジェンドライダーシリーズ、うんうん、もうちょっとなんか頭パンパンになってきましたね。もう全然最初の頃の方名前覚えてないですいいですよ、いいですよ、もうたくさんいるんだからね、何十人何百人っているんだから、うん、いや伝説のライダー、まあ、片山さんもその中の一人ですけど、その伝説のレーサー片山隆文が、はい、それぞれウィキペディアとかに載ってないね、うん、それぞれのレーサーさんとちょっとしたエピソードとか、うん、その人の魅力みたいなものを語ってもらえたらなと思います、うんうん、往年のオートバイレーサーファンの皆さん、お待たせしました、はい、本日はですね、俺と本当に刃を何回もちゃん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 と交わした男が彼ですよ、今日の人、はい、ジョン・エクロード、エクロードさん、うん、ジョン、ジョン・エクロード、もうちゃんちゃん言わせたわけですね、もう何回も何十回ものレース、ちゃん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 、切ってはったの、切ってはったの、彼は南アフリカ南アからの、はい、ヨハネスブルグの出身、うん、あ、山ちゃんの手元の情報ちょっと分かる範囲で読んで、はい、短いですけども読ませていただきます、うん、はい、南アフリカのヨハネスブルグ出身の元オートバイレーサー、うん、元ワールドチャンピオンです、うん、エクロードが、川崎のアントン・マンコを破って、うんうん、350cc の世界タイトルを獲得したのは1980年、はい、近年のロードレース世界選手権においてメーカーによるサポートを受けずにチャンピオンになった数少ないライダーの一人、うん、この時エクロードが乗ったマシンはビモータのシャーシーに独自のチューニングを施したヤマハ TZ350 のエンジンを搭載したものだったと、うんうん、今の話を聞いただけで、うん、この80年の、うん、ジョン・エクロードの、はい、チャンピオン獲得がいかに素晴らしいかというのを俺は語れるね。第一、アントン・マングは、川崎で出てるはずなんですよ、はい、川崎でって書いてますね。で、川崎の KR350 は、うん、もうヤマハの250とは比較できないほどに素晴らしい加速力のあるバイクなの、うん、ファクトリーマシンだから、うんうん、だからもうエンジン性能が全然違うのよ。例えば250の、KR250 とヤマハの TZ350 で加速が一緒ぐらいなんだから。だからキヨさんが250でヨーロッパを走ってる時にもう立ち上がりでビュンビュンビュンって離れるんだもん、うん、KR は珍しい銅箔のエンジンをね組んでいて、まあ、押し掛けの時に銅箔だから、うん、普通はこういうふうにね、うん、爆破させるのをこういうふうに銅箔があるのでエンジンがかかりはづらいんだけども、一旦かかるとすごいトルクがある、うんうん、そのマングが乗っていた350を打ち破ってジョンは勝ったんだ。へえ。俺はもう当時ホンダの500で NR で忙しくしてたから、あんまりジョンがそうやって戦ってる背景も見ることはなかったんだけども、高澄、おい、俺もついにチャンピオン取ったぞって俺のモーターホームに来て喜んでたもん。へえ。その1980年の80年の時にシーズン途中でジョンとパドックで すれ違った時に、高澄お前いいよなっていいよなっていうのはファクトリー体制の中で、うん、その NR で速いマシンではないにしてもファクトリー体制の中でいたわけじゃない。そうすると77年に、チャンピオン取って、そしてホンダと契約してっていう高澄片山をジョン・エクロードは見てるわけ、うんうん、で俺が77年に例えばフィンランドでチャンピオンを決めた時のワンツーで一緒に走っている写真とか、うん、そういうのはあるから、もう2人でぶち切りでトップワンツー走ってるわけですよ、雨の日に、うん、でまた雨がこう乾いてくるとかっていうのを繰り返しの中で走ってんだけども、もうありとあらゆるサーキットで、ジョンと、それからもう一人南アから、一緒に
弟分にあたるんだけども、うん、ジョン・エクロードの、うん、なんで弟分にあたるかというと、ジョンの嫁さん奥さんの妹をアラン・ノースっていうライダーが、結婚したのね、うん、なアランっていうのも、うん、アラン・ノースもジョン・エクロードも高住片山も三つどもえでよくサーキットで喧嘩してるわけですよ、レースしてるわけですよ、うんうんうん、だからジョンさんにとってみたら、義理の妹の旦那なんですね。そうね、でもみんな南アチームだからものすごく仲いいし、今でもジョンはそんなに筆まめじゃないから、時折しか俺との、Facebook でのやり取りはしないけども、アランとはしょっちゅうやり取りをするのよね、うん、ジョンの弟が当時はメカニックでいて、ジョンの弟もたまに俺の方にメッセージを送ってきたりするんだけども、とりあえずジョン・エクロードはものすごくやんちゃな顔してるんだけども、うん、間違いなく俺よりやんちゃですよ若い時は。でもものすごい対応が真摯なの、俺はねいつもねジョンと喋ってると、こいつなんでこんな紳士なのかなと、うん、こんなやんちゃな風な顔してるのに、うん、ものすごい喋り方もね、うん、もう一切心かき乱すようなことなくね、うん、優しく語るのよ、うん、俗に言う大人、うん、ものすごい大人で、その片山さんがチャンピオンになって、はい、1980年ジョン・エクロードさんがチャンピオンになるまで、うん、ずっと羨ましいなって思ってたわけでしょ、片山さんのこと。多分そうだね、ジョンは77年の時も76年もずっと一緒にね、うん、競り合ってたから、うん、だから俺がチャンピオン先に取った時には、うん、まあ、おめでとうは言ってくれたけども、こんちくしょうおめでとうっていう感じだよね、うん、みんなそれはライバルがチャンピオン取ったのにさ、うんうん、もろ手挙げてはおめでとう言わないよね、うんうん、もう片手にはピストル持ってるんだからねでもそこは先ほど言ったあんまりこう内面を出さない紳士なジョンさんは片山さんにおめでとうしか言わんわけですね、そうで、だから俺はエクロードの本心を聞いたのはそのホンダの時に、うん、あれはどこだったかな、イタリアのモンツァのパドックだったかな、うん、なんとなく風景がモンツァっぽかったな。その時にやつがまあ、立ち話で5分10分いろいろ喋ってた中で、高住本当にいいよなお前、俺はまだチャンピオンになれてないからさって、うん、だからその年俺に喋ったとその年にチャンピオンになってるわけじゃん、うん、だからそのチャンピオンの、うん、になる年の真ん中あたりで、うんうんうん、もしくは初めの方のモンツァだから初めの方だな、シーズンのにこう自分の心の内を俺にポロッと、うん、愚痴というか希望というか、俺もチャンピオンのならないといけないと、なりたいんだと、お前本当にいいよな、チャンピオンになったからな、もうすでにっていうふうに、やつは羨ましそうに俺に語ったよ、でも普通ライダーってさそういう姿って見せない、うんうん、だからそれぐらいに多分やつはその時に、俺とのステージが違うっていうふうにもう見たんだよね、というのは土俵が違うっていうふうになったら人は自分の奥深いところの心の火だは言えるからね、同じ土俵だと思ったら、うん、俺たちは喋らないから、そういう自分の本当の心だ、やつはホンダでもうファクトリーライダーで、うん、もう年間何億ももらっている高住、うん、っていう自分はまだプライベートで頑張っているっていうところの、うん、まあ、当時の77年6年の時の一緒に走っているライバルというステージとは違う目線で俺を見て、お前のようになりたいと、うん、そのためにはチャンピオンなんだっていうことを堂々と語った、うん、そのジョン・エクロードさんは1980年に念願のチャンピオンになるわけですね。なったんだよね、片山さんに、うん、なったよって、あの
僕が持っている資料ではその後のジョン・エクロードさんが書いてないんですけど、うん、なってどうなったんですか。その後そのファクトリーチームに入れたんですか。あれは彼はファクトリーチームには行ってないね。あ、そうなんや、うん、あのチャンピオン取ったから、誰もがファクトリーチームに行けるかというとそうじゃないからね。うん、うん、俺の場合は日本のメーカーで俺は日本生まれ育ちだったという非常に環境も良かったよね、うんうんうん、あのそういう意味では、まあこのビモーターがある意味あのフレームファクトリーではあるからね、セミファクトリーとしていい環境下にはあったんだと思うんだけども、うん、まあ多分彼はあのエンジンメーカーが率いるチーム、うん、どっかに行きたかったんだろうね。あ、彼はあの大排気量500であろうが750であろうが何でも乗りこなせるタイプだから、うん、非常にテクニシャンだし、うんうん、大きな事故しないし、はい、片山さんとキャンキャンバラバラやってたのは、うん、その片山さんがチャンピオンになるまでですよね、うんうんうん、でチャンピオンになってしまった瞬間に彼はちょっとそこで負けたっていう。チャンピオンになった瞬間じゃないだろうな、多分あのホンダのファクトリー体制を見た時に。というのはホンダのファクトリー体制はあのパドックの中でも非常に大掛かりだったからね。ホンダは一番大きなお金を投入してチームを編纂してね、あの世界選手権に投入して過去も来たから、そういうあの羨ましさは当然あったと思うし、うん、そのバトルしてる時コースの上ではそういうことお互いしのぎを削ってる状態ですけど、うん、あのピットに戻ったり、レースが終わればもうめちゃくちゃあの良き仲間で、うん、なぜかというと俺たち の, その俺は76年からだけども、うん、キャンピングカーを引っ張って、うん、パドックで寝泊まりするという、うんうん、そういうコンチネンタルサーキットという、時代を、コンチネンタルサーカス、コンチネンタルサーキットの時代を、経験しているライダーなわけよね、うんうんうん、アラン・ノースにしてもジョン・エクロードにしても自分の、彼女や奥さんや、またはたまた子供まで一緒に連れて毎週毎週各サーキット転戦しながら、そしてインターナショナルレースにグランプリとグランプリの間に、エントリーするのは、レース走りたいからじゃなくて、そこでスターティングマネー賞金を稼ぐためですよ。で、俺たちにとってのインターナショナルレース、グランプリとグランプリの間のレースは賞金稼ぎですよ、うん、スターティングマネー稼ぎ、うん、なぜかというと当時の GP は優勝しても20万円ぐらいしか出ない、スターティングマネーがないし、うんうんうん、で部品経費メカニックの費用エトセトラは100万や200万超えて必要になってくるわけじゃない。ということはグランプリレースに出るためには必ずマイナスしかないのよ、そのプライベーターたちはね、うん、ああプライベーターたちはね、うんうん、で当時はプライベーターしかいなかったから、うん、ファクトリーマシンがなくてファクトリーチームがいない時代に俺たちはレースをスタートしてるから、うん、だから68年ぐらいで日本のチームが、鈴木が67、8年に終わってるのかな、67年、うん、でヤマハが60、川崎がその後69年ぐらいに終わって、要はその70年ぐらいからはファクトリーチームというものが、日本のファクトリーチームが世界のグランプリに参戦していない時期が続いていたわけですよ、うんうん、10年間ぐらい、うん、でその時代に俺たちはレースをしているから全員がプライベーターなの。だからそんな時期に俺は行ったから自分でエンジンをチューニングしたり、彼らもそうだし、みんなが一人三役、マネージメント、ライダー、メカニック、チューナー、ありとあらゆることをやれるオールマイティな能力を必要とさせられたライダーな。だからもう同志ですよ。あのその
ジョン・エクロードさんとのね、うん、関係性を聞く前に、うん、ちょっと違うところに話、うん、脱線しちゃうんですけど、うん、賞金稼ぎをしながら繋いでいくわけですね。そうです。そう、カタンと飯食えんとかっていう状態で、賞金稼ぎで賞金稼い で、うん、で次のレースにまた行って、はい、へえ、なんか漫画みたいですね。まるで漫画だよね。映画みたいですね、うん、映画っていうか、うん、なんか海賊が賞金稼ぎしながら宇宙を渡り歩いて、うんうん、で最後も出てくるみたいなね。76年に俺が初めてヨーロッパ行った時も、76年に初めて行った時もサーキットの名前すら覚えてないわ。フランスの行動レースのインターナショナルレースに一番最初に行ったのかな、そこがヨーロッパで、うん、グランプリが始まる前に、オランダ拠点だったから、うん、200-300キロバー走って、はい、パリ越えて、はい、フランスの片田舎のサーキット、はい、危ない行動の中のアップダウンあるところで、そこへ着いた時に俺はもう片道切符で全員行ってるし、すごいな。とりあえず練習中に転んでスタートできなかったらスターティングマネーもらえません、レースで賞金ももらえません。とりあえずはスターティングマネーもらいました。レースでも優勝しました。みんなでもう分厚い肉を食いに行ったよ。何人で何人でって その片山さんのコンチネンタル、うん、それ77年だそうだよ。杉原が、うん、杉原がステーキ2枚ぐらい食ってたから多分77年だあれ。例のキャンピングカーみたいなんで移動していくわけでしょ、はい、そうです。何人ぐらいで移動してるんですか。あ、メカニック2人、ヘルパーが1人、俺と彼女女房だから 4,5 人だね。 4,5 人、うん、2台で、あ、それぞれトラックとキャンピングカー、うん、乗用車とキャンピングカー。へえ。もう着いたら金なかったよ。全員が頼むぞ高積みなんでしょ、うん、でも彼らは俺が金ないなんて知らないもんね。 ある思ってるんですか。うん、まあ買える金ぐらいはあるだろうと思ってるよね。じゃあ片山さんの財布事情も知らんわけ。知らんじゃん、そんなの言わないじゃん。片山さんない帰りのガソリン代もないの行ったら。でも平然と平然とレースしないといけない。内心バクバクなんで、これで内心バクバクでもない。明日は明日の風が吹くだもん。はあ、それと自分を信じてるから、はい、もうとりあえず走れば勝つし、うん、なんとかね、まあ、もう一回オランダに戻るぐらいの金はあると。オランダに戻って次のグランプリに行く金ぐらいはあると。金のためにレースしに行ったんじゃないからね。まあ、せやけど。でも金はどうしてもね。いりますよね。必要だから。それでもしそのお金が途絶えたら、うん、その先がないわけでしょ。ないよね。でも神はそういうふうに俺を邪魔しなかったんで。みんなそうやったってことですか。もうほとんど全てがそうだったはずで、そんないちいち聞かないよね。まあ、途中で脱落してる。ああ、いるよ。人たちもいっぱいおるってことですね。後半のグランプリ出てこれないやつとか、前半グランプリ来れなかった、なんで来れなかったっていうと国でアルバイトしてるからとか。もうほんまに親友やろね、片山さん。ライバルであり、うん、みんな知ってる、苦楽を共にした仲間でありなんですね、はい、ジョン・エクロードさんの一人ってことですか、うん、そう。だからもう本当にジョンなんかは特に俺とつばぜり合いを何度もしてるからね。あ、うん、その片山さんが1977年に世界チャンピオンになった時、うん、タイトルを取った時に、はい、確かにその先ほど片山さん言われたように悔しい、これまで一緒に戦ったのかもね、うん、あいつだけさっき優勝しやがって、うん、悔しいけど嬉しい、めちゃくちゃ嬉しかったよね。一緒に戦ったやつが、あ、まあどっちが勝ってもね、負けてもおかしくないし、うん、でもそういう人間が成功路線でフルファクトリー体制の中に入っていったというのは、逆に言えば彼は羨ましくも嬉しいことで、自分もそういうふうになりたいという思いで俺に語ってた。ジョン大丈夫だ、お前だったら絶対チャンピオンになれるから、頑張れ応援してるからって。
言うよね、口先だけじゃなくて本当に実力あるやつにこう勝っていってほしいと思う、うんうんうん、まあ一つだけ言えば俺のように自分を売り込むタイプではなかったかな、やんちゃって言ってはったけど、やんちゃっていうのは腕っぷしの強いやんちゃの方で、うん、レース界で例えばバリーとか、それからそのアゴちゃんのように自分を売り込むのに長けてるとかね、そういうタイプではない、タイプではない、うん、全く正反対でね、そこで言えば、まあ、今もご健在なんですね、うん、健在だね、ほんの時折、ジョンとは昔の写真でアップした時にお互い書き込んだりして、お前本当に早かったよなったらお前の方が早いじゃないかみたいなお互いやり取りしてるいいな、なんかいいな、もうそれだけでいいな、そうね、うん、はい、ありがとうございます、はい、ということで今回は片山さんの盟友ですね、そうだね、うん、Hi John, if you are looking at this YouTube、I believe you are very healthy and all of the, your family is in good health, hope, because of the corona is, and COVID-19 is terrible in the world. So I worry about your all the family and the friends. But don't worry, I'm very well. And we'd like to see you sometime in your country or Japan. Okay?So, と申しております。ということで、はい。はい、Under, so, ちょっと片山さん、山ちゃんのことも紹介してください。山ちゃんってやつがおって、ね、山ちゃんっていうやつがいてね。山ちゃんっていうね、全然レースもバイクも知らないね、いい仲間がいるんですよ。またね。見ておいてあげてください。まあ、どうぞ、そういうことで、はい、またどこかでお会いできる、楽しみにしております。はい、ということで今回はジョン・エクロードさんのことをお伝えさせていただきました。はい、私の本当に、そうチャンピオン争いで苦しめてくれたいい盟友です、はい、はい、ジョン・エクロの話をしました、はい、ありがとうございました。それでは来週もまた、はい、ではさよなら、バイバイ。